クフモ室内学音楽祭は、フィンランドのクフモで毎年7月に2週間にわたって、開催される国際的な室内学の祭典。チケット販売数の上で、フィンランド最大の室内学の祭典となっている。例年6000人から8000人がこの祭典に集まり、その95%は、フィンランド国内からの聴衆である。2週間の期間中に、70件ほどのコンサートが、 開催される。フィンランド国内外から170人ほどの演奏家たちがこの祭典で演奏するために集まる。期間中は演奏家たちが教える音楽学習のコースやマスタークラス、室内学ワークショップなども開催される。クフモ室内学音楽祭はフィンランドのチェロ奏者、セッポ・キマネンによって1970年に始められた。キマネンは 数人の学生たちと共に音楽学習のコースを行い、室内楽を演奏する敵地を探していた。1970年に最初にこの祭典が開催された時、聴衆は延べ800人であった。音楽祭の創始には、キマネンの妻であるフィンランド在住の日本人、バイオリニストアラ井トシ子も関わった。2013年には期間中に72件のコンサートが開かれ、 三万六千枚のチケットが売れた。2005年以降は、ウラディ・ミル・メンデルス像が芸術監督を務めている。これまでに参加した演奏家には、ギドン・クレーメル、ピンカ・スズーカーマン、ナター・リア・グートマン、アルバン・ベルク弦楽始終相談などがおり、日本からも、筒美・ツし・今井信子・中村・太一らが参加している。ライティッシュ会場となる、クフモ芸術センター、 2009年撮影。主会場となるのは、クフモ芸術センターである。1993年に開場したこの施設は、音響的もデザインも高く評価されている。この施設には、668席のレントアと99席のパジャッカの2つのホールがある。このほかコンティオ港やクフモ協会でも演奏が行われる。日本では、 クフモ室内学音楽祭に参加した演奏者たちを中心とした演奏グループ、クフモーズがあり、板谷舞子、高岸拓と、深谷幸子、谷口健貴、井上幸子、鎌倉良太らが参加している。ありがとうございます。